平成30年12月2日、第14回阿蘇市民地域対抗駅伝大会が開催され、16チームが競いました。午前9時から阿蘇市一宮町の阿蘇市役所で開会式が行われ、昨年優勝の宮地 A チームから優勝カップが返還された後、大会会長の佐藤義興阿蘇市長が、一本のたすきにそれぞれの地域とチームの思いを込めながらゴールを目指してくださいと挨拶しました。選手を代表し、宮地チームの友田正美くんが力強い選手宣誓をすると、佐藤市長からも応援のエールが送られました。そして午前10時にピストルの合図で16名の選手が一斉にスタートしました。この阿蘇市民地域対抗駅伝大会は、市民の健康と体力づくりを日常生活の中に取り入れ、スポーツの普及と市民の親睦を深めようと、阿蘇市と阿蘇市教育委員会が主催するものです。阿蘇市役所をスタートゴールとする12区間 20.99 キロのコースで競われ、選手たちは地域の人たちの声援を受けながら走りました。結果は、宮地 A チームが1時間11分51秒で連覇を果たし、2位に阿蘇西 A チーム、3位に内巻 A チームが入賞しました。閉会式では、1位の宮地 A チームには賞状と優勝杯が、2位と3位のチームには賞状と盾、区間賞や最優秀選手賞、関東賞が阿南教育長から贈られました。